7月30日土曜日、いなべコミュニティプラザで、いなべ子ども活動支援センターの子ども夢教室、ポーセラーツが開かれました。これは夏のオープンスクールとして開校されたもので、世界で一つのマグカップを作ろうと多くの子どもたちが参加しました。ポーセラーツとは、白い磁器に花や動物、乗り物などが描かれた転写紙をシール感覚で貼り付けて作っていくものです。講師は藤井照美さん。子ども独自の表現する力を優しく見守っていました。お気に入りの転写紙を選んだら、30秒ほど水に浸し、裏紙を剥がして空気が入らないように貼っていきます。でもすごく綺麗に貼れてるよ、シワなくて。ほら見て、すごい綺麗に貼れてるの、すごいと思う。頑張ってください。兄弟で参加していた子は、その時の気分でレイアウトを考えて個性を活かせるコップが作れて楽しいです、いろんなデザインに挑戦してみたくなりますと話していました。このほか、大人っぽい柄で仕上げたいという子や、家で使っているコップは真っ白なので自分好みのマグカップを作って毎日使いたいという子も見られました。転写紙の配置を考える時間はとても楽しいようで、たくさん用意された柄を何度も確認して、皆さん納得のいくデザインを作り上げていました。中には乗り物の中にフラガールを入れるなど、ユニークな発想もありました。持ち手にまで綺麗に装飾する感性豊かな作品も見られたこの日のポーセラーツ。仕上がりはハンドメイドと思えないほどツヤツヤになり、市販品のようになるそうで、皆さん3週間後の受け取りを楽しみにしていました。次回は秋冬オープンスクールで開校される予定です。